お前ふざけんなマジで。おいおい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日若者に囲まれて一人ね、足場班が混じってるでしょ。だっす。あ、自己紹介、新人。新人じゃないけどね。新人ではないですけど。何歳だったっけ。18になりました。18歳。はい。もともと友達同士、はい、そうそうです、中学生時代、はい、ね、俺隣の中学校だったね。俺広北だ。あ、そうだったっすけどね。めっちゃ前グイグイ行くじゃん今日。あ、この間のドッキリやられるのが多分。今日何作業は、ケレン。ケレンです。結構大変だよね、なんか汚れたり。大変ですね。偉かったりね。はいはい。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、レッツゴー。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 こっち端っこも来てないんで。あ、そう。はい、あの、やるわ。よ、削っといて。おい、寺道。おい、絶対おかしい。お前、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 お中央活用に手を動かしてください。いや、でも、まあ、そうや、でも、そうそう、職人そうだよ。なんかおかしいな、お前。何たくらんとんや。何たくらんのだ。何たくらんのだ。もう直接降りたらいいんだよ。しましま。あ、今いないんだ。やばいやばい。もう俺風邪気味だ。おう、持っていけば。なんで。ちょっとついてくるのがびっくりするわ。長っ。電源切っといてくださいよ。YouTube 撮れ。前も言われとったじゃないですか。聞いたからそれ。お前なんか。おかしいな。職長としてありえんくらいですか。部下おるね、あれで。考えられます。よ、人ついてこれるっすね。いや、部下じゃない。友達。何のドッキリか教えてよ。ドッキリとかじゃないっすよ。俺、ドッキリならんって、これ絶対に。俺、全然、だもう、バレとるやん。どうした？もう、やっとらんす。何？どうした？疲れたんで、僕。誰がどうしたの？ちょ、主演休憩しようよ、もう。疲れたで。てってれー。これだろ？ドッキリだろ？お前じゃあ分かるもん、分かるもん。マジでドッキリだし。お前分かそうだった。分かるっしょ、別にこいつ。そんな言わんでしょ。締めとります、締め。絶対言わんでしょ。言う？腹いてしかも出る人今出てるー。あ、映ってない、映ってない。出るおせえし。ちょ、ミッチがあかん。分かるだろ、だって普通に。もう締め、締めよって。デリつまらんやん、なにこの YouTube。 ドキリ大成功。デリつまらん、大成功じゃない。弱いんだ、言うのが。いや、弱いっすよ。まあまあ強かった、まあまあ強かった。ミッチも途中でさ、感づいてさ、やってくれたらいいじゃん。あの、ドキリ大成功。はいはい。なかなか難しい。難しい。難しい。はい。じゃあ、すいません、はい、ちょっとね、ドキリ失敗かな、これ。失敗じゃないかな。失敗だよ、これ。また見てねー。見てねー。ちょっと待って。使いんくらい。いやね、言ってくれね。ミッチが悪い、ミッチが悪い、本当に。何よ、普通に。俺悪くないでしょ、普通ね。普通さ、動画撮ってこんだけやってるの分かんないでしょ。なのに、ドッキリやろって言ってるかも、難しいと。何でしょ、ってね。なるほどね。でそれは、この子強いしね。そんな、だって、言いづらいやつにそんなこと言わしたら。ふざけんなお前、ふざけんなマジで。おいおいおい、ねえ、おめえが悪いんだろうが、おめえが悪いんだろうが、おめえが土地で気づくんだろうが、どっちが悪いんだよ。おめえが悪いんだろ、おめえが悪いんだろ。おめえが悪いんだろ。関係ねえよ。お前が悪いんだろ。おい、来てんの。いや、なっちょ、こいつ悪いやん、だって。おい、おい、おい、だって、お前ら、お前ら、こいつやろ。おい、わかった。おい、いいよ、もう。確かに。向こう、相手悪いだろ。いや、かいよ。そうじゃない。切れたら感じないですか。お前ら感じない。言いたくねえ。言えんだろ。まあ、まあ、確かにそれはあります。やろう。取れんくらいだって。はい、そんな。で、お前も別に突っ込んでこれんじゃん。ちょっとお前。別になんか、言われるのはいいんだけどさ。お前ね、そうやってやらしとるっていうのがおかしい。
まあそんなに言えるし。どうするんですか。僕も行ってたよ。ちょっと待ってね。叫んだって。本日なんですけど、はい、トサハのメンバーであのブリキ君、はい、ブリキ君いますよね。めちゃくちゃ可愛い17、はい、18歳で、はい、受験もやってる、はい、その子の友達も一緒に勉強してるんですよ、はい、同業 でそこにちょっと僕らがドッキリ仕掛けると、はい、まあ、内容としましては、はい、ミッチをいじらせる、はい、で多分あの前やられてるんでドッキリを。どうしましたどうしたどうしたどうしたもう怖いっすわ、そんなんだったらマジで。何が何が、はいはい、結構いじると思うんですよ、みちのこと。あー、いじりますね、多分。その後、はい、まあ、カメラ止めます、はい、でカメラは止めた、止めるとこ見せさせて、はい、でそこに隠しカメラ設置してあるんで、はい、僕らがもうバチバチに喧嘩するいやで喧嘩してって、あいつがどういう反応を取るかっていう、そうドッキ逆ドッキリみたいな。そうです、そうです、はい、だからみちも僕のこと投げ倒してもいいですし、はい、殴ってもらってもいいもんで。わかりました、はい。おい、ふざけんなってごめん、ねえ、でも分かってましたよ。嘘つけた、お前ビビった、ビビった、ビビったんすけど、ビビったんすけど、ビビったんすけど、なんかちょっとおかしいなって。え、でも、まあ、人間前何やってんすかって話ですよ。まあ、それ説明して令状、あの、お客さんの許可も全部取っとるから。僕の許可は取ってないじゃないですか。うん、そういうもんや。ああでもビビった、でもビビった。まあまあ多少もうでも嫌だなって思ったろ。もう YouTube もう嫌だと思って。ミッチーマジ切れしたと思った。いや、寺井さんもマジ切れしたと思ったっすね。嘘。 ありがとうございます。はい、協力していただいて、はい、またね、ちょっと面白い動画とかたくさん撮っていきますんで。そうですね、チャンネル登録といいねいいねお願いします。お願いします。あの、もう油断も隙もないからね。覚えとけよ、お前ら。もう次はないっすよ。怒ってる怒ってる。じゃあまた見てね。また見てね。ビビった。まあまあまあ。まあまあ、お前ほんとビビとっただろう。いや、まあ。だって前の時泣きそうだったの。涙で撮ったんでしょ。いや、もうそっからもう。あ、もう手変えてこうと思って。うん。まあ別に自分悪いことしてないじゃないですか。うん、悪いことしたのそっちじゃないですか。人の現場でなんかやっ。ごめん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 。それごめん。もう強気でいこう。でも止めてくれてありがとう。あれ止めてこんかったらどうなっとったかったね。どうしようかな。永遠に続くんだよ。止めきればよかった。これが一番びっくりやろ。もう全然気づかなかった。キモ。マジキモい。ずーっとお前のこと撮ったから。マジキモい。ずだるっ。違う違う。ごちそうさま。頑張ってね。